なんか私もさっき気づいたんですけど、でもなんか食べたら分かんないけど、それ食べてから見たらってなった。なんか想像してこんばんは。ソラルームからいます。わかりません。ちょっとわかる？え、でも普通に美味しくない？え、山宮…あ間違えちゃった。今日キャベツの千切り食べられた。ありがとうございます。大切なお昼寝の時間を奪ってしまった。おーちゃん、かわいい、ありがとう。キャベツの千切り食べれたんです。そうですよ。こんばんは、お仕事終わりました、ありがとう。お疲れ様です。お菓子の袋、カシャカシャしてる時、はるかのおやつタイム。どの柄がいいですか？家で仕事中、お疲れ様、ありがとう。豚さんです。ちょっと開けにくい。次千切り出てきたらごまドレッシングがあれば食べれる。と思うかな。こんばんは。どれもありがとうございます。どれもありがとうございます。どれもありがとう。風邪ひいちゃった、大丈夫？大丈夫？寒いもん。ハートありがとうございます、ありがとう。イエイイエイイエイ。ねえ、来た来た。ねえ、チェンギ配信しようよ。そのプリン食べたい。サナも食べたい。さっきさ、スタッフさんのところにさ、なんかいつもありがとうございますって私に来たから、すぐ食べる。インフル予防の注射で泣かなかったです。泣いたっぷり。え、泣いてないじゃん。全然泣いてない。泣いてないよ。中2揃った。中3だけど揃ったよ。あ、そうです、中3なんですよ実は。ユアさん、プリティありがとう、Thank you。 え、泣いてないです、本当に泣いてない。去年も泣いてないよ、お注射。痛いけどね、泣くほど痛くはない。我慢できる痛さ。中3です、中3だけど中2トリオで、まだ生きてる。ハートありがとうございます。ね、これさ、食べてみて。めっちゃね、そんな感じの味がする。どういうこと？なんか想像してた。想像してたのと違う、ね。でも食べたらわかるよね。いちご、ホワイトいちごだと思って食べたら、あんこが入ってるからっていう。あ、言っちゃうんだ。ごめん。言っちゃうの。え、注射で誰も泣いてないと思う。泣いてない。サラも泣いてないし、ハルカも泣いてない。
28日の日。ああ、本当ですか。待ってます。今。なんでさ、クリスマスなの？なんかさ、25日過ぎてからさ、クリスマス感全然なくなったよね。そういうもんや。え？そういうもんや。ねえねえ、できないんだけど。貸して。耳につけるのはどう？50ブロックありがとうございます。ハートありがとう。猫横いるよ。青以外誰も泣いて、青も泣いてないって、うん、いいよね。ありがとうございます。ハートありがとう。次はもうちょっとね。でもさ、あとさ、もう5日ぐらいでさ、31日になるってやばいよね。1週間もないんだよ。もう1週間経ったらさ、2020年になってると思ったね。びっくり。大変、本当に大変。時の流れって怖いね。今日誕生日、そうだ、おめでとうございます。24日もお祝いした。レインボースター導入するよ。ありがとうございます。ありがとう。私のもあげたい。そんなに、そんな感じ。自身の大塚の波は面白いんですよ。今年やり残したこと？うん。ないかな。わかんない。誕生日ケーキいいね。ハートありがとうございます。あおちゃん、あおだよ。ハートありがとう。豚の鼻。つかみ学芸、確かに。実はそうなんです。めっちゃ面白い。誕生日2ヶ月遅い。そうなの？ジョーの方が年上だ。そんなことないです。ありがとうございます。ごぼたつ美味しそうね。はるか、ごぼたつ美味しそうだって。ね、これはひでえ。ごぼたつは可愛い。ごぼたつは非常食なんです。今衝撃発言。村長が逃げて、逃げなきゃ。ごぼたつ逃げなきゃ。基本的には観賞用の豚さんだけど、本当にはるか村の危機に陥ったらもうそれはしょうがない。それはしょうがないです。なんでかわいそう。逃げなきゃ。まあ、まずは春花食べるじゃん、うん、春花は食べられても大丈夫って自分で言ってるから、うん、自分で言ってんだ。でも、かわいい。もし春花が入るような気持ちになってしまったら、かわいい。もう豚を食べるしかないじゃん。でもさ、ごぼたつって存在はこの子しかいないよ。そうだよ。春花ってまあ結構、あるじゃん。入ってくるから。これ1、何？春花ゴールドとかないじゃん。春花ゴールドとか。春花の1本。ミサコとかないじゃん。ごぼたつはそういうことじゃん。唯一、なのに食べちゃうの。でも、はるか村の危機になったら、もうさ、はるか村のさ、村民の一員だと思いなよ。本当にどうしようもなくなったんだよ。うん、それでも食べないよね。でもさ、おいで、お皿ファミリーに。やめて、勧誘しないで。おいで、私たちなら食べたりしないよ。こういうポスター撮影しよう。私たちなら食べない。私たちなら食べない。命は大切に。はるかちゃん配信で嬉しそうにどんな料理にするか話してるよ。やばいよ。そうなのだって、もし食べるんだったらごぼたつだって美味しく食べてほしい。酢豚。何がいいかな。角煮は角煮。酢豚。角煮美味しそうとか。酢豚。でもシンプルに、あ、酢豚もいい。酢豚って美味しいよね。美味しい。わかる。でもごぼたつは食べたくない。ごぼたつ今だって遊んでるじゃない。みんな出てきてだって。わーい。雲の上。古舘の集い。ふわふわと歩いてる。そう夢見心地で。世の中のすべてのもの。キラキラ輝く。そんな気がしてた。次の歌ありました。違う、そうですね。
くつ乗り越えればいいの。人を好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行。あれ？なんだっけ？どんなに悲しいことがあったって、どんなに苦しいことがあったって、懐かしい、なんだっけ、ことがあったって、よく学んだっけ、ことがあったって、目と目が合った瞬間、え、恋はいたずらの天使の尻尾、なんかこうなんかショーみたいな風船パン、風船です、風船です。はい、次の曲何、え、ちゃんとさ、しゃべろ、いきますよ。この2つどうやって食べる、なん冷蔵庫歌ってさら。冷蔵庫。じゃあ。続いての曲は、話し相手は冷蔵庫です。どうぞ。冷蔵庫と会話中。冷蔵庫と会話中ですか。こんにちは、冷蔵庫さん。こんにちは。プリンやりかな。あ、今電源切れてるんですよ。あ、電源、そんなサボっちゃダメですよ。だって、いや、飼い主とかさ、いや、飼い主言うだけ。カルスさんのコンセント入れてくれなくて、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次の曲です。左の腕で連れ去って、左の腕、左の腕、はい、わあ、ありがとうございました。次、祈りはどんな未来を、なんだっけ、どんな未来も幸せに変えるです。祈って未来も幸せに変えるようだから、酢豚にはしないからね。酢豚にはしない。確認にはする。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次、残酷な雨、どうぞ。あ、めっちゃ残酷な雨。めっちゃ残酷な雨。倒れちゃった。ありがとうございました。はい、次の曲です。君のニュース。君のニュース。君のニュースは何ですか。その子の小豚さんが酢豚、酢豚に食べちゃうという、はい、君のニュースは、おめでとう、ありがとう、ありがとう、はい、ありがとうございます。ニュース、はい、続いてのニュースです。わがままな流れ星、もうちょっとあれ買って、あの流れ星買って、無理よさ、諦めなさい。おいさまはずっとお空の向こうにいるの。あの流れ星買ってくれないと家に帰らない。めっちゃ豪華。ありがとうございました。はい、その次いきます。隣のバナナ、あの隣の家のバナナくぐ。あなたまだバナナとして甘いのよ、もうちょっと磨きなさい自分を。さすがって感じかけるんだけど、さすが。はい、ありがとうございました、ね、はい、それでは次の曲です、ね、はい、外へ渡る、ね、まだやんの、外へ渡る。あ、そういう感じ、あの、なんかフェリーとかじゃなくて、あ、フェリー、あ、運転する。あ、違うんだ、フェリーってさ、運転するの、え、運転しないの、フェリー運行してるものだからね。違うんだ、走り、フェリーって自動で動くの。面白いね、これ。はるかむら、はい、まーゴブタツキャッチボール。あ、これやるとゴブタツ結構肩凝っちゃうから。あ、大丈夫、控えめにしよう。ここでゴブタツの背中を上にしてあげないと肩凝っちゃう。なんかやってる、回転させてみる。あー、失敗しちゃダメ、失敗したらやばいから。ゴブタツさん、あ、めっちゃ回す。あ、めっちゃ回す。くまさん、ありがとうございます。くまさん、ありがとうございます。あ、ごぶたたせーの、くま、せーの、くま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 、
バックダンサーして、クバックダンサーして、クバック。ね、こっち行けた。これ見た目に。ね、山頂とお猿さん。山頂とお猿さんだって。こんにちは。こんにちは、クマです。くっつき虫。くっつき虫、おも立ちたい。せーの。あちゃ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 。そんな黒とかある。みなさんこんにちは、くまーずです。よろしくお願いします。くまー、はい、くまーず長寿の、あ、長寿です。いちごミルクはどう？いちごミルク、くまだっていちごミルクだよ。ありがとうございます。はい、じゃあ私授業のはい、ドットマンっていうドットマンって言うんですけど、はい、今日も丸い模様で頑張るぞ。ありがとうございます。次、頑張るぞ。シンプルマン、シンプルですね、今日。シンプルマン、はい。今日はじゃあ前歯いい感じさん、どうですか？そうですね、前歯さんと今日もみんなの前歯いい感じにできるように頑張るぞ。頑張り前歯、頑張り前歯。ありがとうございます。今日も皆さんの前歯を頑張り前歯っていう歯医者さんの CM だって。じゃあ頑張り前歯やってもらってもいいですか？今日もみんな、じゃあゲストの鳥さん全員しゃがんでもらって、せー、あ、見える程度に、せーの、頑張り前歯。ありがとうございます。いや、ないんだけど。ありがとうございます。どうですか、今日のコンディションは？頑張り前歯。前歯、あ、今原名つけたんですよ。せーの、頑張り前歯。誰が前歯？あ、前歯、青はわかるけど、二人はわかんない。あ、これはいちごミルクっていう名前。青じゃなくてドットマンで、何でしたっけ、前歯っていう。前歯、前歯と、いちごミルクとドットマンっていう名前なんですけど、はい、今日も一日頑張り前歯。以上です。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。意味わかんない。まだ行っちゃダメ。めっちゃ、もさ、変な顔でめっちゃ雨に濡れた前髪で出ちゃう。何してるの？芸名ないと良くないんです。ひなは何か言ってほしいことありますか？おはよう、そらちゃん。やばい。バリアさんだって。バリアさん頑張り、あと10個一緒にいていいよ。お母さん、ハート、ありがとうございます。公園でこのメンバーで寸劇やって、やりたい寸劇、面白そう。サラ、パントマイムの階段やってだって。いいですよ。あ、行く時ありがとう。じゃあ次、エスカレーター。お仕事頑張ってください。ハート、ありがとう。せーの、頑張り、ハート。じゃあちょっと今から特技します。今のアドリブ、全部アドリブ。ね、ゴブタツ肩凝っちゃうからさ。おじいちゃんやってこと。ここですか？劇団の皆さん、お疲れさんです。劇団前歯です。あー、それ言うと本当にハゲちゃう。昨日消しま…本当にありがとう。お久しぶりありがとうございます。とって、おきメリークリスマス。なんかさ、踊って、劇団前歯。ハート、ありがとうございます。劇団前歯成功です。マ
ハートありがとう。あんとこにサンタさん来てませんよ。はい、前はちょっと見せてもらって。はい、あー。はい、A よし、B よし。デシカ謙信だ。A よし、B よしじゃない。あるある。B から C、あ、ちょっと。車線、車線。車線。B よし、A よし。はい。A 車線、B 車線。B 車線。ハートありがとうございます。ありがとう。あ、サラ今いますよ、そこに。だるまありがとうございます。ありがとう、ハートありがとう。いちごミルクさん、すいません、あの歯医者さんの時間なのでこっちに来てもらえますか。歯医者の時間か。すいません、助っ人の方ですか。助っ人の方、すいません、すいません、今日のあの患者さんすごいあの乱暴なので、え、乱暴じゃないです。そんな、すみません、こちらはあの一回募集させていただいて、私のペットのゴーグちゃんです。あ、お預かりいたしますね。はい、転がさないでください。はい、じゃちょっと口開けてもらってもいいですか。はい、はい、はい、そのまま。はい、B よし、A よし。あ、右から、あ、もう十三番目丸、十三番目丸。はい、B よし、A よし。あ、C 車線、はい。はい、OK。お疲れ様でした。私大丈夫だったですか。あ、この子は募集ってなるんですけど、この子の翌日確認として、あ、確認です。なんでだろう。あ、落ちた。ハタンはハちゃんのペットなの。サちゃんのペットだ。サちゃんのペットこれだよ。あ、こっちだった。これ青のペット。青ちゃんのペットはブロッコリーだもん。うん、食べちゃう。ブロッコリーはただの食べ物だよ。だっていつもブロッコリーペットって言ってペット食べてるじゃん。そんなこと言ったことないし。ごめん、今作った。あと、ありがとうございます。せーの、ハート。ご無沙汰のお通りです。いちごみるく、ね、鼻がさ潰れてるの。潰れちゃった。、うん、潰さない。せーの、いちごみるく、いちごみるく、ドットマント、ドットマン、ドットマント、ドットマン。三人合わせて前歯だよ。せーの、前歯見つけた。前歯ついてきた。見つけた。どんどんだと思う。ごめん、だるまありがとうございます。ハートありがとう。ハタン大丈夫だよ。ドラマありがとう。ありがとう、はーちゃん。もう元気マン、元気マン、元気マン。ごちそうさまでした。ありがとうございます。くまさん、ありがとう。ドラマありがとうございます。村長キャラ変したのかな。違います。違います。村長キャラ変したの。だるまありがとうございます。ななこさんに見た。あ、何時まで。あ、6時まで。村長なんかは次7時だって。めっちゃ遅い。だるまありがとう。シャラは18時から。あ、30分後か。みんなの握手会どんなのか見せて。わかんない。もうみんな疲れ果てて、疲れ果ててる。テルマありがとうございます。バイバイ。ありがとう。バイバイ。バイバイ。キャラ変というかキャラが変。テルマありがとうございます。ハートありがとう。仕事行ってきます。頑張って。ありがとう。どれもありがとうございます。ハートありがとう。めっちゃ忙しいね。どれもありがとう。シーンとしたね。それめっちゃシーンとしてる。寂しいね。ハーちゃん応援してる。ありがとうございます。ハートありがとう。
最終日までみんな元気でよかった。みんな元気です、超元気ね、はるか。うん、元気元気もりもり。よかった。うん、寝てるもんね、いっぱい。うん、そう、次の枠で最後なんですよ。なんか寂しいよ、もう。ありがとうございます、たくさんドラマありがとう。ハートありがとうございます、ありがとうございます。最後まで頑張ろうね。村長は公務しなくていいの？公務？うん、後でする。後でするって。え、今何時？イベント終わったら配信。そんなことはないです。でも毎日は配信できないかもしれない。次枠の19時です。次枠は、次枠、次枠、次の枠。最終回にありがとうございます。配信持ってできる時にやる。うん、でも冬休み期間入るから、ね、できると思う。フィルムもできるからね。年末だなんて信じるな。も信じるな。このイベントでお茶をし、ありがとうございます。あ、おいしになってくれて嬉しい。18分です。そうだよ、そうだ。あっという間すぎた、この30分。村長の代理で僕が公務をしています。わー、すごい、春カムラの絆。ではまたね、ありがとう。そう、あと5日しかないね。今年も。初見です。ありがとうございます。NGT48 研究生の古田葵です。冬休みね、めっちゃね、嬉しいけどね、宿題がね、めちゃめちゃ多くて、終わる気配を感じられない。うちまで行きたいなぁ。明日以降、今年中にまた配信するかな、すると思われるかな。宿題やっぱりあるよ、いっぱいある。おーちゃん大好き、ありがとう。お正月に秋雨メール送ります、ありがとうございます。お餅、いいの、わかんない、普通に醤油とか。宿題なんか働くにそんなことはいけませんね。また1時間後、そう、1時間後、次は19時からです。皆さん見に来てください。そう、19時からだけど、そう、6時になった、ありがとう。じゃあ19時にまた会いましょう。バイバーイ。